壁削りやってきました。今ね夕方の5時ぐらいか、ちょこっとね1時間やってきます。さあ何が釣れるかな、ね、壁削り対決。今日は釣り人が多い、今日は釣り人が多いです、うん、あ、今ねアータンが早速1匹目釣ったよ。俺が準備してる間に、なんだこれ、お、カマスか、カマスかな、すげえカマスじゃね、イワシか、うちだ、でかい、やりました、おめでとう、一発目。お、またね、え、アータン、今度何、アジだアジ、あいいサイズじゃん、金アジ落ちた、金アジ釣れたよアータンもねアジ釣って、俺も1匹釣った、今ね開始5分ぐらいで3匹ですアジね。じゃあもうちょっとカメラ止めてガンガン釣っていきましょう。地合いきました。はい、30分ぐらいやって、これはアジが1匹釣れただけです。でもこの人はもう7匹ぐらい釣ってます。負けた、俺が1匹しか釣れないのに、痕跡ないのに、この姉さん、あ、血入れちゃっていいよ、わくちょうだい、釣れないのにこの姉さん10匹ぐらい釣ってるよ、まいったな、くわえタバコで釣ってる余裕だよ。今ね、ヒットしてんの、今ヒットしてんの、なんだかわかんない。なんだこれ、でけえの。なんだこれ。引くな。なんだこれ。あれ、軽くなっちゃったよ。あれあれ、なんか襟が来た。襟、俺の襟がね、多分引っかかってる。ああ、なんだ。はい、切るよ。襟が引っかかってました。危ないか。とね、ちょい投げの仕掛けにシーバスが釣れました。一本遊ばせたちょい投げの竿にシーバス成功、やりました。はい、今ねでっかいメバル釣れた。サビキに青いサメちっちゃくつけてやったら、じゃーん、25センチぐらいのねメバル、でかいよこれ、やったー、嬉しい。1匹、今日俺2匹しか釣れてないんだけど、これ2匹目なんだけど、これは嬉しいね、ちょっとね両肩のメバルで、釣りから帰ってきました。約ね、1時間半ぐらい釣りして、もうね、雨が降ってきたんでね、上がりました。で、本日の釣果は、これね、横浜の、ブランドアジ、金アジです。こいつがね、9匹それとね、イイダコ、イイダコはね、これね、隣でエギングやってた、常連の、釣り人、がね、常連さんです、このね、イイダコくれました、ありがとうございます。それと、これ、両肩のメバルです。これ美味しいよね。それと、シバス、セイゴと、ウルメイワシかな、これ。ちょっとよくわかんない。多分ウルメイワシだと。よくわかんねえんだよ。間違ってたらごめんなさい。それとね、ウミタナゴです。はい、こんな感じでね、釣ってきたんで、今日料理はね、この金アジ、今日アタンもいるし、ね、フライ作っていこうと思います。アジフレア。ね、それとせっかく鮮度がいいんでね、お刺身的なものもちょこちょこっとね、作っていこうと思います。元気のいいこのメバルとこのセイゴ使って、カルパッチョを作っていこうと思います。まずね、お刺身みたいにね、さばいていきます。ごめん、閉めてなかった、ごめんなさい、生きてるんでね、まだね、閉めます。これを落とさってやります。わー、いい包丁を使うとやっぱ鱗がよく取れるね、前回のホイコーローの時に紹介した、包丁を使ってます。新しく新調したばかりのメイトです。もう鱗取りやすいな、この刀。あ、生きてる魚をさばくときやっぱね、ちょっとかわいそうな気もしますけどね。
メバルさんから切っていく。カルパッチョのソースを作って、いや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 、高田純次、本当は稲川純次のレモンをね、怪力で絞っていく。レモンをね絞っていく。しっかりねレモンを絞っていきます。2分の1個分。マッシュルね、塩コショウ、塩コショウ、ここがパラリンコ。パラリンコしたら、これをマゼリンコ、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 はい、こんな感じ。ちょっと味見、うん、いいんじゃない、さっぱりしてるよ。そしたらね、オリーブオイルね、オリーブオイル、オリーブオイルをちょっとずつ加えてタレを作っていく。まあこんなもんか。うん、うん、うまい。これでタレの完成です。お刺身にかけていく。いいね。あとは冷蔵庫で冷やします。いやばった。だね、味をね、背開きにしていきます。フライにすっからな。最後を取って。鱗を落として、頭を落として、背開きにしていく。背びから包丁を入れ、中骨に沿って、尻尾の方へスッと下ろしていく。肋骨をすき取り、腹びれを切り落とし、余計な鱗を取ったら、アジの背開きの完成。こんな感じでね、背開きしていきます。じゃあこれにね、塩コショウしてね、軽くねフライを作っていきます。小麦粉をしっかりとつけたら卵に投入。そしてまた小麦粉をつけ、卵をつけていく。これで2度、卵の2度漬け、3度漬けをすることでふっくら大きく見えます。これからアジフレアをね、揚げていこうと思いましょう。じっくり揚げていきます。いいよ、うん、うまそう。パン粉は焦げやすいので低温の160度程度でじっくりカラリンコしていきましょう。アジフリアー、はい、こんな感じでアジフリアーができました。うーまっさー。あとね、こっちはねカマンベール揚げました。カマンベールチーズまで。じゃあね、こんな感じでね、料理の方できましたね。アジフリアー、カマンベールチーズ、あとこれはね謎の肉の刺身でいいです。謎刺し、それとねこれはね、今日釣ってきたセイゴと、なんだっけ、メバルのね、両型メバルのカルパッチョ、変な盛り付けバージョン、はい、それとね、これね、うん、これね、タコワサ的なやつね、はい、こんな感じですよね、はい、じゃあね、早速ね食ってみましょうってことでね、今日はねお酒はね、このね日本酒山田錦の木本のね醤油なんとか、はい、醤油蓬莱、はい、それ、それとね、今回このねやっぱフリアってことですかね、スパークリングワイン、これね俺用意しました。これね、イオンで安く売ってたんですね、はい、ロゼですね、なんかね、ガバシのあれですね、なんかセミシコみたいなやつかなみたいな感じで買いました。じゃあ、あーたんこれちょっとさ開けて、あーたんよろしく。おお、おいいね。あー、あふれたあふれたあふれた、あー溢れた。スマホ片手だと難しいっていう、はいはい、はい、これねスマホ片手でよそるのはね難しいよ。はい、チャラリンコ、はい、こんな感じか。おお、いいじゃん、うまいなこれ。はい、じゃあね、はいはい、チンチロリン、チンチロリン、チンチロリン。
うまい。飲みやすいな、これはアジフレアに合うな。じゃあ早速いただいてみましょう。カルパッチョから食ってみっかな。さあカルパッチョから食ってみよう。こっちがねメバルでね、手前にあるのがね、シーバスね、水郷カルパッチョ、何もつけずに、うまい、うまい。これシャンパンに合うね、このね、昇竜連結のね、昇竜蓬莱、蓬莱っつのね、まあ、あのさっき飲んだけど美味しかった。これもねカルパッチョとかフライとかそういうのに合うんじゃないかなっていう感じです。じゃあ俺このね謎の肉のサーサに行きます。まずは生のものから食っていきます。うまい、謎の肉うまいよ。謎の刺身最高。気になりますね、謎だからな、これは謎だぞ、謎の刺身ってんだ。でこれタコワサ的なやつ、イタコ的なやつね、これ持ちます。コリコリしててうまいよ。いやーうまい。これがなかなかねこのねスパークリングワインと、相性抜群です。このタコワサ的なやつもね、もうねスパークリングワインにめっちゃ合うよ。もうめちゃくちゃ合うよ。うまい。やっぱこのワインに一番合うのはこのカマンベールチーズフライだと思う。こういうねちょっとフルーティーな辛口のスパークリングワインにはカマンベールチーズ系とにかく合います。あ、食って食って、どうぞ好きなものどんどん食って。タコちゃんとかさ、もうさ、じゃあ俺はね、カマンベールちゃんいきます。カマンベールちゃん本当はねいちごジャムのソースとかね、そういうフルーツ系のベリーソースとかかけてくんだけど、そのままいきます。うまい、うまい。これワインに合う、めっちゃ合う。これね、あのブルーベリーとかラズベリーとかいちご系のジャムちょっとね、あのつけてソースにしてつけて食べるとめっちゃこういうワイン系に合う。うまい。じゃあね、今回ねアジフライもね、おっと取れねえか。アジフライはあのソースをドチャッとタルタルソースプリプリっとつけてな食います。今回タルタルソースはね、まあ、こういう、ね、市販の、ね、お手軽なやつをね、今日は動画の尺の都合上もう楽しました、はい。それとトンカツソースをかけてな、フライにはこのトンカツソースが一番うまい、合う。これね、ドヒャヒャッとつけてな。これブルドックうまいわね、一番ね、めっちゃうまい。そう、めっちゃうまい、ね、食ってみよう。きれいきれい、めっちゃうまい。揚げたてサクサク、うまい。いやー、会長は幸せそうですね、これめっちゃうまいよ。タルタルソースつけても美味しい、これ。キャベツもたっぷりでね、最高っすよこれ。お刺身、ピチ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 、これは美味しいでしょ。美味しい、もらいました。イエーイ、チャラリンコーイ。うまいでしょ。みんなが幸せになりますように。